第3章農園な家畜の面影が写し絵のようにいつでもはっきりとお百の胸に宿っていたこの幻影に対しただけでも彼女は体中が燃えるような興奮を感じたまたある時はその写し絵のどこかしら一部分だけが切り離されて現れることがあったそれでもやはり同じように 彼女の血潮を湧き立たせたせ彼女は畜にあっているとまるで鈍乱な果物のように相手の持っている美しさを残らず食らい尽くしてしまいたいようなどう猛な愛欲をそそり立てられた相手の肉体以外には何一つ彼女の心を引きつけているものはない離れていても会っていても恋する女の弱々しさはどこにもなかった。 家子の方はちょうどそれと反対であった妖魔の性のようなお百の魅力が彼を虜にしてあらゆる自由を奪ってしまった女の猛烈な情欲の炎が彼の魂を焼きただらして形もなしに溶かしてしまった家子には妻と呼んでもよい女があったそれは猿無言者のの愛娘で家子のために 命を懸けた恋をした末ようよう思いをかなえたのであったそして表面は親元から感動されたがやはり豊かな仕送りを受けて暮らしていた家畜がこれまで売り出したことについても彼の美貌や芸の力以外にこうした筋力の講演者が控えていたということも大きな原因になっていたこの話を聞き込んだ時 おは激ししい嫉妬を起こした。他人に指一本触らせるさえ不愉快に思う家畜に対してたとえ形式だけにもせよ自分よりはるかに優越な地位を占めている女があるということは到底耐えられない征服したつもりの男に裏切られたということもむやみに腹立たしかった「悔しい私は今までだまされていた」。 お百はたけりたって、かしくにくってかかった。かしくは、女と自分との関係を説明して、決して女を愛しているわけではないからといって、お百をなだめようとしたが、無駄であった。そんな、言い抜けは聞きたくござんせん。あなたが真実、私を思ってくださるなら、お限り、その方と別れてください。お百はただただこう言い募った。彼女は、 男に対して泣いたりせがんだり脅迫したりした若いカシクの心は直にそれに動かされた浮世の義理とか利害とかいう冷静な観念が次第に打ちまかされていった恋する女一人のためにはすべてのものを失うも厭わないというような強熱が彼の心を占領してしまったカシクは女を虐待した挙句に離別した この悲しい運命の下に置かれた女は、悲哀のあまり自害して果てた。過しくは半ば送信したような状態になった。それ以来、気の弱い男が一層めめしく神経的になって、体が急に痩せ細った。しかしお百は少しも心を悩まされはしなかった。むしろそれがために彼女の自負心や病的な自我欲が一層高められたばかりであった。 んの快楽ののをするものがああればみんなあの通りだ彼女は悪魔のように残忍な表情をしてあざ笑った「第4章春が巡ってきた山には薄物をかけたような霞がたなびいて人家の水縁がのどかにどこまでも立ち上った鴨川べりの柳が新緑の髪を振り乱した」。 祇園の夜桜のかがり火が暖かそうにトロトロ燃えて周りに立っている人々の顔を真っ赤に闇の中へ浮き出させた河野池前衛門は三条の旅館から幾長家の籠を連ねて祇園の山村屋へ向かった昼のように明るい食台の日が高校と金物前へ照り渡っている大広間で盛んな縁が開かれた。 都で名だたる稽古や奉還はことごとくこの席に集まってきたすでによそじを越している代大武装の婿徳人は大名のような恩賀な顔をして歌を聞いたり舞を見たりしていたそのそばにお百が清掃を凝らしてはべっていた一前引けてから前右衛門はお百に茶を立てさせたりして たかいようわっ陥落を追うことにはあいている前衛門でさえお百の美しさには心を引かされないわけにはいかなかった明けむど時に宿へ帰らねばならぬと言って前衛門は夜中から目を覚まして落ち着かぬよう過ごした「まだ時刻が早うございます」。お百はこう言ってしきりに引き止めた。 しかしもう七つを回った自分であろうが。い,いえ、まだ七つには間がござります。お方今が八つ時でござりましょう。いや、そうではあるまい。わしは七つを回っていると思う。と、二人が言い争った。七つか八つか賭けをしよう。もし私が勝ちましたら。何なりと、そなたの望みに任せよう。では、明日もお越しくださりまするか善衛門は、 笑いいながらうなずいた。「それでは私が時刻を見てまいりましょう」。お百がこう言って伏戸から起きようとすると「太夫そなたは確かに今日随一の美しい発明な太夫なれど今のひと言は誤りであろう。おやなぜでござりますさればそなた今時を見てくるというたが時は耳で聞くもの。 目ででるものではあるまい。あばかりながらそれは金拍子着で知らせる時のこと私が見ると申したのはもっと紛れのない時でござりまするお百はにっこりと笑って華やかな寝まきのまま廊下へ出て雨戸を開けて空を仰いだ闇の中に星が盛んに瞬いていたやがて元どおりに雨戸を閉めて座敷へ戻ったようよう やつを回ったばかり、やはり私の勝ちでござんした天文で時を計ろうとははてさて今日の太夫は油断がならん。こう言って前衛門は管轄に笑った前衛門は滞在中良三度お百のもとへ通ったばかりであったが大阪へ帰る時大金を投げうってお百を受け出して連れていった。 第5章「お百」は世の中のことがことごとく自分の空想通りになっていくような気がして面白くてたまらなかった彼女は極端な貧しい育ち方をしてきただけに子どもの時から金銭に対して人並み外れた憧れを持っていた金さえあればこの世のどんな不幸でも十分に償うことができると彼女は固く信じていた事実彼女が これまで遭遇してきて不幸や苦労というものはことごとく金のために虐げられた結果であった「金が欲しい」彼女はつかの間もそう思い通してきた「かるに今こそその欲望を満たす時節が到来した」「じっとしていれば一人でに金が腐るほど懐へ入ってくるのだ」「山吹色の金が急激な勢いで増えていった」彼女は、 砂漠の旅人がこんこんたる泉に放着したと同じような歓喜に打たれてしまったある日お百は気に入りの女中を一人連れて町を歩いていた眉を落として鐘をつけて古文チリメンの着物に黒ジュスの帯を締めた町女房じみた彼女の姿は 左右をしていた頃に比べると2つ3つ老けて見える代わりにすっきりとして水が垂れるようにあたっぽかったお役まじゃ出し抜けに後ろからこう声をかけたものがあった振り返ってみると黒ちりめんの紋付きに同じ羽織細身作りの刀を一本刺して頭巾でまぶかに顔を隠した男が立っている私を お呼びななさされたたはどなたさんでござんす誰でもないわしじゃ中村賢治じゃ相手はそう言って頭巾を脱いだお百はさっと顔色を変えた「本当にお前は賢くさんどうしてここへ?」とお百は息を弾ませていった「どうして」とはつれない言葉わしはこなたに相いたさんに毎日宿なし犬のようにうろついていたのじゃ。 とかしくは恨みらみった病人のような青ざめた顔でこめかみのあたりに著しい痩せが見えたその目は全く宿なしい犬のようにおどおどして不気味な光を包んでいた「それはすまぬことをいたしました私の方でもお前に会いたいと思っていたのでござんした」。お百は落ち着いてこう言って向こうに立っている女中を手招きして そばへ,へさ,さ,やいたさんどこぞへ行ってつもる話をしようではござんせんか」とお百は急に目にこびを見せていった二人は並んでそこを歩きだしたすぐ近所に小料理屋を見つけるとお百は先に立ってのれんをくぐって入った奥まった二階の小座敷へ二人は向き合って座った。 しばらくお目にかからぬ間にお前はきつくお痩せなされたがどこぞ悪いのでござんすかえかしくは苦笑いを浮かべてどこも悪いのではないしたがこなたは大層出世してめでたいことじゃな」と闇みらしく言った「はいおかげで体ばかりは達者でござんす」お百は見当違いの挨拶をしたかしくは「 言いたいたことの数々が胸いっぱいにわだかまっていながらこうして女と向き合ってみると不思議に臆病な気持ちになってことごとく言いそびれてしまった酒が来てからも二人はとかく沈黙に陥りがちであったお百との関係や義理ある妻に対する薄情な仕打ちが世間の評判になって以来家宿の人気はがったり地に落ちてしまった。 彼は不遇に沈めば沈むほど自身の罪に責められれば責められるほどお百に対する執着が強くなっていくのを感じた「今日はこなたに折り入って聞いてもらいたいことがあるのじゃ」とかしくは思い切ったように言った「改まって何でござんすこなたわしとの約束を忘れはしまいな約束とは夫婦の約束じゃ。 末は夫婦になろうとあれほど固く言い交わしたではないかそれを忘れてよいものでござんしょうかお百はにっこり笑って答えたかしくは少し安堵した様子で近頃自分の境遇が面白くないというような話をしてそんなわけゆえしばらく都から足を抜き一層江戸へ行って一旗あげてみたいと思うのじゃ。 それはまことによい思いつきでござんす。お前ほどの芸人が江戸行ったならどんな人気でも取れるでござんしょとお百はすぐさま同意した。かしくはまったくうれしそうに。こなたがそう言うてくれたのでわしはどんなに力がついたか知れぬ。では善は急げと言うから一日も早く立ちたいと思うがこなたの都合はどうじゃ私の都合 お百はいししそうに問い返した。私の都合を聞いてどうなさるのでござんす江戸へ行くには一緒の方がよいではないかえそれではお前私を一緒に江戸へ連れて行く気でござんすかいお百はあきれたような顔をしていったかしくは案外な面持ちでそれでもこなた今が今夫婦になろうと言うたばかりではないか それは末の話でござんす。今の私は主あるからだ、気づいきままにはなりませぬ。お百はきっぱりとこう言った。かしくはたちまち顔色を変えた。お百こなたはわしをだましたのじゃな。い,いえだましはいたしませぬ。それならばなぜ一緒に行くと言うてはくれぬのじゃ。わしはこなたのために義理ある女房も殺したではないか。 それがために生まれ故郷を捨てるではないかかしくは興奮してほろほろ涙をこぼした。ほれ、どうかわしと一緒に逃げてくれ。わしはこなたに分かれて生きてはおられんのじゃ。どうかわしを助けてくれ。かわいそうだと思ってくれ。かしくはお百の手首をしっかり握りしめて、泣きながらかきくどいた。それでもお百は木造のように黙り込んでいた。かしくは最後に。 我慢のが切れたように叫んだ「なぜ返事をせぬ己はそれほどこの池の妾がありがたいのかそれほど栄養がしたいのか」「宿さんどうぞ許してください」「お百は水のように冷静な調子で言った」「お前の推量通り私はこの池の妾で栄養がしたい」「なるほど昔お前に言ったこともまんざら嘘とは申しませぬがお百は人間が変わりました」 色恋よりも出世がしたい映画が,が望みでござんすわいな己は本心で言うているのかさいな女の目には明らかに霊部の色が浮かんでいた熱狂している賢は床の前をいた刀を取ってお百に切りかけたお百は素早く身を翻して二階からはしご段を駆け下りた賢も続いて抜き身を下げて追ってきたが下まで降りてくると はせよった人々の手に難なく抑えられてしまった。